えー、自分はここにヒロキさんに質問したもので、その質問しない場面が切り抜きになり、その動画内のコメ欄で厳しく現実を突きつけられた、えー、またバリ増言ひどいことを言われました、えー。自分はメンタルが弱く会話本名を出さず、バリ増言を批判してくる人間に人生を否定されているようで泣いています。えー、このように赤の谷にバリ増を批判されても、ヒロキさんのようにメンタルが強く気にしない人間になりたいです。何かアドバイスをください。えっと、言われ慣れですね。 多分あの今回言われて傷ついたと思うんですけど、ただ結果として、自分の人生に何か損はありましたかっていう。ではその動画のコメント欄には自分の悪口を言ってる人がいますと。でも別になんかあの家を出て普通に生活してる分にはあの何にも変わってないと思うんですよね。なのであの実質的に損失がないっていうのに気づけば、あとは別にネット上のなんかよくわからない人が好き放題書いたとしても、別にあの好きにやればっていうので気になんなくなるんじゃないかと思います。誰の問題です。はい。 例えば今回じゃあそのなんかコメント100個ぐらいあって気づいたとしてで次回もう一回なんかであのコメント書かれることがあって3個ぐらいしか書かれなかったらあったった3個じゃんで終わりなんですよ。なのであの,人間そういうの慣れでさえあの例えばその幼稚園児とかってあのその何か何々ちゃんに悪口言われたとかでもうめちゃめちゃショック受けて泣いたりするんですよ。でもも別にに小学学生生とか中学生になってて多少悪口言われても なんかあの泣いて一日落ち込むとかないじゃないですか。<laughs> っていうのがあので、ね、基本悪口言われたらショックを受けてあのこう塞ぐっていうのは人間当たり前なんですよ。でも年を取るにつれてそういうことあるよねって言って慣れていくってことな、ね、のでさっさと慣れちゃった方がいいと思います。